フィン・ロンネは、ノルウェー出身のアメリカ合衆国の探検家である。フィン・ロンネは、1899年に、ノルウェーのベストフォール県ホルテンで生まれ、ホルテンテクニカルカレッジで工学の教育を受けた。父のマルティン・ロンネは、極地探検家であり、ロアール・アムンセンの南極天位遠征隊の一員であった。1923年に、ロンネはアメリカ合衆国へ移住し、 1929年には市民権を取得した。ウェスティングハウスエレクトリック社で数年間働いた後、リチャードバードの南極点への遠征隊に二度にわたり参加した。1939年にはリチャードバードの副官として1000マイルに及ぶ新しい海岸線の発見に貢献している。アメリカ海軍に数年間勤務し大佐の階級を得た後、 ロンネは1940年代にアメリカ地理学協会の支援を得て南極大陸へと戻った。1946年から1948年にかけて組織されたロンネ南極調査探検隊ではウェッテル海の海岸線の調査と地図の作成を行い多くの局地における観測記録をもたらした。ロンネはスキーと犬ゾリで3600マイルの距離を踏破したがこれは 歴史上の他のどの探検家よりも長い距離である。また、妻のジャッキー・ロンネが北米新聞連盟の歴史学者及び特派員として探検隊に同行した。彼女と探検隊の主任パイロットの妻であったジェニー・ダーリントンが南極大陸で初めて越冬した女性となった。1950年代、アメリカ海軍は南極の地図の作成を完了し、 科学研究のための施設を設立することを目的としてディープフリーズ作戦を立案した。ロンネはエルズワース基地におけるアメリカの科学及び軍事上の責任者となった。彼は生涯の間南極に関するいくつかの本と南極研究に関する多くの科学論文を書き、兵役、地理的探求及び科学的進歩を称する3つの メダルと数々の軍事的栄誉を与えられた。ノルウェー国王からは、聖、オーラブメダルを授与されている。ロンネは1980年に、メリーランド州ベセスダで亡くなり、アーリントン国立墓地のセクション2に埋葬された。フィン・ロンネ記念賞は、エクスプローラーズクラブによって、探検家フィン・ロンネの精神を最もよく体現している、極地研究の功績が認められた個人に、 授与されている。ありがとうございます。